お疲れ。珍しいね、こんな時間まで残ってるなんて。チームメンバーが突然いなくなったせいで仕事が終わらないんだ。またか。突然バックレて退職ってパターン、うちの会社では多いよね、本当に。で、その尻拭いが君に回ってきた。と？君一人に全部押し付けるなんてさ、上司も非効率なことするよね。これだから人間は。いや、なんでもないよ。ねえ、その仕事ってさ、納期を遅らせたりできないの？確かに君の言う通り、うちの都合でクライアントを待たせるわけにはいかないけどさ、あんまり根を詰めすぎないでね。これ、残業仲間からのお願い。俺？そう。俺もまだまだ残業。ああ、上のフロアから降りてきたのは、ちょっとそこのコンビニ行こうと思って。あ、そうだ。君にも何か買ってあげようか。え？いらない？そんなに切羽詰まってる感じ？まあ、いいけど。じゃあ、また後でね。進捗どうですか？そんな仏頂面しないで。可愛い顔が台無しだよ。そんな君にははい、おにぎりどうぞ。いや、いらないって言われたけどさ、君顔色悪かったし心配。少しは胃に何か入れてほしい。遠慮しないで。これは君に買ってきた分だから。いいよ、お礼なんて。あ、あと、それ食べたらもう今日は帰りなよ。大丈夫。君の上司には俺から話しておく。もともと、君に業務が集中しすぎたと思ってたし、いい機会だからさ、気にしないで。多少揉めたところで君が倒れてしまうよりは100倍マシ。それにさ、分かってほしいんだ。君の努力を見ている人はいるってこと。君の上司がどう評価してるとか関係ない。俺は君の味方だから。あれ？泣いてるの？そう。弱音は吐かなくても、本当は辛かったんだな。よしよし。今までよく頑張ったね。偉いぞ。いつもいつも一生懸命お仕事して、お疲れ様。俺にはどれだけ愚痴を言っても、弱音を吐いてもいいから。ね、そんなに辛いならさ、俺のチームに来ない？上司には俺が掛け合うから、今のチームのことは気にしなくていいよ。君がいなくなっても、残ったメンバーで分担するよ。多分。大丈夫だって。君が気にすることじゃない。それに、あのチームは近いうちに。ああ、なんでもない。それで、どう？うちに来てくれると嬉しいんだけど。あ、退職？そんなこと考えてたの？嫌だよ、君がいなくなるなんて。そんなに辛いならさ、明日にでも移動できるようにするよ。今みたいに残業ばかりじゃなくなったらここにいてくれる？俺頑張るからさ、辞めるなんて言わないでよ。
君の分の仕事だってやってあげる。だからやめて。俺に迷惑をかけたくないとか、頼りたくないとか、そんなこと言わないでよ。やめるなんてさ、俺の前からいなくなるなんて、嘘。嘘だよね。信じないよ。本当にやめたいなら、俺の目を見て言ってくれないかな。本気なら、目をそらさないで言えるはずだよね。そう。そうやって、俺の目を覗き込んで、俺の声だけ聞いて。あんた、疲れてる君には聞きすぎたかな。いいよ、俺に体を傾けて。あれ、わからない。全身から力を抜いて俺に抱きつく。そう、いい子。そのまま目を閉じて。美味しいな。想像していた通り、いや、それ以上の味だな。やっぱり君こそ我が妻にふさわしい。たとえ血がまずかったとしても逃がしはしないかな。わけがわからないよね。お前は今吸血鬼の腕の中にいるんだよ。そんなに怖がんなよ。傷つくじゃん。別に今までの関係が嘘だったわけじゃないよ。俺の種族が何であれ、お前の残業仲間の同僚なことには変わらないだろ。お前だって俺のこと憎からず思っていたはずだよ。数百年生きてて初めてだったんだ、こんなにも心をかき乱される存在はさ。君と目が合うだけで気分が晴れやかになったり、君が他の男と話すだけで嫉妬で何も手につかなくなる。いっそ血を吸い尽くして物言わぬむくろにしてやろうかと思ったけど、だけど同時にドロドロに甘やかして子猫のようにめでてやりたいとも思ってる。矛盾した感情だよ。面白いよね。きっとこれが恋というものなんだと思う。今まで女には興味なかったけど、ようやく俺の番を見つけられた。この会社を作った甲斐があったよ。もともとは人ならざる者が身分を隠して社会に入り込むために会社を起こしたんだけどさ、少々うまくいきすぎたね。際限なく事業を拡大しちゃうから、俺の仕事は増えるばっかり。その上、どいつもこいつも偽装のために入れた貴重な人間どもを連れ去りやがってさ。おかげで万年人手不足。まあそれも、君を見つけるまでの苦労とは思えば何ということはない。けど、それも今日で終わりだね。君も疲れただろ。俺には君の気持ちはわかる。金ならもう十分稼いだし、会社も他のやつに任せてもいいと思う。これからは俺の屋敷で夫婦仲良く暮らそうな。もう頑張らなくていいんだよ。朝早く起きなくてもいいし、
夜に明日の仕事の心配をしなくてもいい。明日から好きなだけ眠って、好きなだけ遊べるんだよ。嬉しいだろ？は？いや？まだ抵抗する余裕あんのかよ。意識失ったか。君は疲れてるんだから無理はするな。これからはお前のことは全部俺がやってやるから、余計なことは考えなくていいよ。当分は俺以外の者と接触しないように。屋敷の一室に閉じこもってもらうけど我慢してね。本当は骨の髄まで魅了して血を吸われることしか考えられなくするのが一番早いんだけど、それは極力やりたくない。俺はお前自身に好かれたいんだ。ただ俺に従属して血を捧げるためだけの生き物にするにはすごく惜しい。お前には心の底からの愛情を俺に向けてほしい。手錠や足かせで縛るような真似はしないから安心してよ。ただ外に出ることも他人と連絡を取ることもできなくするだけ。最初は不満かもしれないけど問題ない。毎日俺とだけ接して、俺とだけ愛し合って、そんな生活を何十年も続けていれば、いずれお前の両親も友人も知り合いも死に絶える。その頃にはお前も俺の愛を分かってくれるはずだ。時間ならいくらでもある。吸血鬼である俺とその妻であるお前からすれば、瞬きするほどの時間だよ。今までお疲れ様。これからは幸せなことだけ待ってるよ。おやすみ。いい夢を。